かかってこいはっはあ、全員俺が相手しないとならねえのか。はった俺のショーにようこそ。生き残れば、また次の試合にも呼んでやる。まあ、やられた分強くなればいいだけのことだ。はっはっは。はっサンドバッグにちょうどいい。ヘッドクラッシュルールは分かってるな。 ノクサス野郎。お互いビジネスの邪魔はなしだ。ぶっ飛びな俺が誰だか分かってないようだな。よー、間抜け野郎。男なら俺みたいになりたいだろだが、俺になれるのは俺だけだ。<laughs> 両腕にタトゥー気に入らねえな。<laughs> お前じゃ無理だ。 5対5だと <laughs> 誰だ、そんなふざけたルールを作った奴は。ね <laughs> えおい、ちょっといいか。ファイトマネーは出るんだろうな。俺は世間の需要に応えているだけだぜ。そのまま寝てるんだな。高明な武道家の言葉に、水のごとくってやつがあるが、まあ俺は、荒れ狂う大波ってところだな。 親父とと再会したとししたてててせいぜい鍛えておいいいぜぜ鍛えお殴り合いができる程度にはよ俺とやるってのか誰かの顔に拳がめり込んでからが本番だ。俺を殴るのかしっかり当てろよ。そこが弱点かやる気みたいだな。俺の親父は逃げちまったが、お前もそうした方がいいんじゃないか ほら、撃って来いこれはこれは、優緒正しいバスタヤか。俺なんかじゃ相手にしてもらえねえかな。おい、お前ビルジュウォーターから来たのか俺の親父を知らないかクズ野郎でな。ちょうどお前みたいな。歯が全部なくなっても、そんな軽口叩けるかはふっ,はっさてと。 遊びは終わりだ。好きなものお袋とこの拳。そして上質のアイオニアシルク。うわはっか誰かこいつら全員運び出してくれ。やろうってのかどいつもみんな、俺を倒すのは自分だと思ってるらしい。<laughs> やってみろよ。 テクニックか。軽量級の奴らには必要だろうな。世間ってのは、成功した奴を憎むもんだ。その度胸は認めてやる。ま、遠慮なくぶん殴らせてもらうがな。仲良くな !K.O. じゃなくて K.D. ノックデッドだ。全員相手の殴り方くらい分かってるよな。教えてる暇はねえぞ。 ああ、親父と同じノクサス野郎か。なら手加減なしでやらせてもらう。いい度胸だ。はははおふくろ、あいつらが顔面にストレートだ。降参はしない主義でね。お前が最初の挑戦者だとはは <laughs> ランク分けをもっときっちりやっとくんだったな。 受けてみな相手のことを本当に理解したいなら、戦ってみないとな。そいつの息の根を止めるまで、礼はさせてもらうからな。昔は、ビーストボーイセトなんて呼ばれてたが、今じゃ、ビーストマンセトってところだな。ノクサスの全員が悪党ってわけじゃないが、 みんな善人ってわけでもないしな。すぐに帰るよ、ママ。うん <laughs> お前じゃ相手にならん。ここも俺が仕切らせてもらう。いいな。殴り放題だな。フェイスクラッシュ使う側と使われる側。そこには大きな違いがある。俺を悪党呼ばわりする奴もいるが、自分では経営者だと思ってる。 俺の気が短いのは、母親譲りでな。ボスになるには、ボスを倒すしかない。どう見てもお前には無理そうだな。ちはやるな。う <laughs> わ <laughs> さてやるか。敗北から学べなんて言うが、 それが本当なら、俺のおかげで世界中が賢くなってるはずだ。ショーの始まりだ顎引いとけ。戦いこそ、この世の全てだ。少し用事ができた。別に、やましいことじゃない。嘘じゃねえって。俺のリングに、降参って選択肢はないぞ。俺に勝てると思ってるなら目を覚ませ。今謝れば許してやる。 ファイトマネーはいただくぜ。<laughs> 俺があんなのに負けるわけがあるか。お袋の悪口を言うんじゃねえ。くらえまあ、これが仕事なんだな。これが俺の拳だ。こいつは金が取れそうな試合になるな。本気で来いよ。ぶん殴ってやる。大切なのは、戦いの間の休息だ。うん ラウンドの間にはインターバルだろ金はいただくぜおいそこのマヌケメインイベントの真っ最中だぞおっと後で冷やしておいた方がいいぞはあこの試合は武器を使ってもいいのか俺の拳にかなう武器があるのか見ろよあのツラ殴ってくださいって顔してやがるファイトマネーはいただくぜ 激しい試合になりそうだな。毛が逆立ってきた。大事なのは何回倒れたかじゃない。何回立ち上がれるかだ。俺はこれまで負けたことがない。覚悟はできてるんだろうな。こいつは聞くぜお寺に拝見と行こうかボディースラムいいか。この試合で生き残った奴がいたら、仕事を紹介してやる。 殴られたい奴は、ここに並びな。生きるか死ぬかだ。おい、いいか。この試合のこと、お、大袋には黙っててくれよ。いいな。派手にやろうぜ。うん、おい俺の拳にくっついてるこの歯、ドイツのだ。483十いっぱいか。恨むなよ。俺の上着は、 ここらの土地ぐらい変えちまえるほど高いんだぜ。顎に決めてやる。アイオニアか。死ぬほど地味で退屈なところだったな。俺が現れるまでは。人を傷つけるのは好きじゃねえが、人を殴って手にする金は大好きだぜ。休憩だ。ちょっと戻って、ストレッチしてくる。主役の登場だ。拍手は結構。 いいから静かにしろ。俺の人間の血。邪悪な方の血を見せてやるよ。やられるってのは、どうも性に合わねえ。初めて喧嘩した日のことは今でも覚えてる。泣きながら家に帰ると、お袋が俺の涙を拭ってくれたんだ。鍵詰めでな。はあ俺の性から消えない。 挑戦者の列が短いな。ゴングを鳴らせわざわざ負けに来たのはどいつだ親父、恨むぜ。まっとうに生きたところで破産するだけだぜ。ジャブなんていらねえ。全力で殴ってこい。残念だったな。負けただと誰だって負けることはある。まあ、例外もいるがな。くそ。 お気に入りの服で来るんじゃなかったぜ。頂点に立つと、そこから引きずり下ろそうとするマヌケが必ず出てくる。足を引っ張られて、上等な靴が汚れちまうんだ。あの闘技場を始めたのはお前たちかもしれないが、今の形にしたのはこの俺だ。俺は拳で金を稼ぐ。そう。今が稼ぎ時だ。暴力は良くないなんていう奴もいるが、 闘技場はいつも満員だ。つくづく自分が敵じゃなくてよかったと思うね。人間にしては毛が多いし、バスタ屋にしては毛が少ないときた。どうしろってんだよ。昔、俺は命を懸けて戦ったが、儲けていたのは別の誰かだった。だが今はその逆だ。この方がずっといい。もう一度 やらせろさあ行こうぜ少し拳を冷やしてくるか。誰か、俺の上着を持っててくれないか客は骨の砕ける音に金を払うんだ。その面、ボコボコにしてやるぜ。種族の血なんて関係ねえ。俺は俺だ。反則、だろああ、<laughs> 今のは聞いたぜ。おい この辺りに医者はいるか向こうについてやってくれ。誰にでも作戦はある。地面に叩きつけられるまではな。そのまま降参するんだな。俺のお袋もバスタ屋なんでな。そうでなきゃ、お前なんかとっくに叩き潰してる。ここが俺のリングだ。俺が他人の言うことに耳を貸すとでも思うかす <laughs> まん。 おふくろ